来月はお祝い事が重なるし、何か美味しいものが食べたいな。焼肉とか食べたいな。そうだ、和歌に行こう。ちょっと下見に行っちゃおう。農を通じて幸せを提供する JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのは鹿児島市一色台の焼肉和歌。あるある、鹿児島黒牛焼肉春御膳、鹿児島黒牛特選焼肉春御膳。これって何が違うんだろう。すみません。はい、失礼します。お待たせいたしました。お呼びでございますか。はい、こちらのメニューって何が違うんですか。こちらの春御膳はカルビとロースが主体になってます。その中でも特選の方はですね、希少部位を中心としたよりえりすぐったお肉になっております。へえ、その希少部位はその時によって違うんですか。さようでございます。他にも黒牛サーロイン肉と黒牛ヒレ肉がセットになった鹿児島黒牛日本一焼肉春御膳や、黒牛と黒豚の両方が味わえる鹿児島黒牛黒豚焼肉春御膳など4種のメニューを提供しています。タン塩と黒牛つらみは全ての御膳に入ってるんですね。黒牛つらみっていうのはどういった部位なんですか。黒牛のですね、頬のお肉になります。つらみは歯ごたえがあり濃厚な味わいが楽しめる部位です。いろいろあって迷いますね。特におすすめはどちらですか。はい、おすすめはこちらの鹿児島黒牛特選焼肉春御膳でございます。ではそれをください。はい、かしこまりました。希少部位を堪能できる鹿児島黒牛特選焼肉春御膳、この日のおすすめはこちらの4種類。まずは貝の身をいただきます。とっても柔らかいですね。そしてジューシーな肉汁がもう口いっぱいに広がって美味しいです。続いて三角バラをいただきます。脂がとろっととろけて、そして後から甘みがやってくる。そして旨味もギュッと凝縮されていてとっても美味しいです。他にも脂肪分が少なく上質な赤身が特徴のランプ、赤身とサシのバランスが抜群なリブシンなど、それぞれ違った味わいの部位が楽しめます。4月に来たいなと思っているんですが、こちらのメニューはいつまで食べられるんですか。はい、こちらは5月7日までご提供しておりますので、ぜひお越しください。はい、春の門出にぴったり。ご家族やご友人と特別なひとときをお過ごしください。ここで番組からのお知らせです。共通お食事券3000円分を5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。